メジロティターン。メジロティターンは、日本の競争馬、シュボバ。1982年の天皇賞、秋などを制し、同年創設された、優秀賞最優秀父内国産馬に選出された。主戦騎手は、伊藤正則。大美系と称された、長教師健勝者、小形東吉が送り出した最後の重賞勝利馬である。父、目白ロアと、 親子二代の天皇賞馬であり、自身の産区からも1991から1992年の天皇賞、春などを制したメジロマックイーンを出し、日本競馬史上唯一の不死三代天皇賞制覇を達成している。父、メジロアサマは1970年秋の天皇賞など40戦17勝の成績を残し、後にチンジケートが組まれて種母馬となった。 しかし、初年度二十八頭への種付けで受胎なしという結果に終わり、シンジケートは解散、場所の北野と余吉の個人所有で種ボ馬を続けていた。北野はあらゆる方策を講じて、浅間の受精能力治療に努め、これが功を奏してわずかながら、貧馬の受胎が見られるようになっていった。これを受けた百七十七年、北野はフランスからの輸入品馬。 シェリルをアサマと交配する。高価な牝馬に受精率の低いアサマをつけることを危惧する声もあったが、無事受退。翌1978年、北海道立市の目白牧場で、目白ティターンが誕生した。幼駒の頃はおとなしく目立たない馬であったが、父、アサマを管理した大形からは、特に欠点のない馬と、好意的に評されていた。 その後、メジロ牧場東屋古文城で育成調教が積まれ、競争年齢の3歳に達した1980年秋、父と同じ小型陶器地球車に入った。翌1981年、4歳を迎えてからデビューしたが、仕上がりが遅く赤杯を続け、初勝利までに4戦を要した。3月末の条件戦4着の後に一旦、休養に入り、7月に復帰。 札幌開催から伊藤正則が起乗して参戦一勝とした。あと、8月の函館開催で初めて芝の競争に出走。800万した条件戦を大差10馬身以上で勝利。続く条件戦の HTB 賞も5馬身差で連勝した。自走、格上挑戦でセントライト記念に出走。5番人気に支持されると、集団待機から直線で抜け出し、 三栄ソロンに一番新査差をつけて、重賞初勝利を挙げた。競争15分前に管理調教師の小形藤吉が89歳で死去しており、これが結果的に藤吉最後の重賞勝利ともなった。勝利機種インタビューでレース内容を上舌に語っていた伊藤は、その最中に記者から藤吉の死を知らされ、キターンの喫下賞も見てほしいのにと述べたきり絶句した。 競争後、管理は、藤吉の息子、森次に引き継がれる。名実ともに4歳クラシック最終戦、喫下賞への有力候補となったが、競争後に、左後ろ足し骨の亀裂骨折が判明。喫下賞の断念を余儀なくされ、年内を休養に充てた。軽度の骨折であったため1月には、調教を再開、春の天皇賞を目標に据えた。しかし、 出走体制が整わず、復帰は4月のアルゼンチン共和国売まで遅れた。この復帰戦を6着と敗れると、陣営は同月29日の天皇賞を断念。日経市賞に向かった。当日は初勝利時以来の一番人気に指示されると、後方から最後の直線だけで2着を十馬身突き放す圧勝を見せた。次走に迎えた春のグランプリ。 宝塚記念では、天皇賞を制したモンテプリンスに次ぐ2番人気に、支持される。しかし直線で全く伸びず、9着と大敗を喫した。メジルポーク城で2ヶ月休養の後、箱館記念で復帰。ここを6着と敗れると、続く、オールカマー、毎日王冠も、それぞれ5着と制裁を書いた。この頃のティターンの評価は、負けるときはあっけなく、勝つときは圧勝する。 潜在能力は高いが気まぐれな馬といったものであった。10月31日に天皇賞秋を迎え、当日は各馬の評価が喫っ抗する中で4番人気であった。レースはペースの緩急が激しく入れ替わる中、内ラ地沿いの中段6番手を進む。安城の伊藤は周回2周目の第3コーナーで目標とした競泳プロミスの足が鈍っていることを見て取り、 この位置から、ロングスパートを仕掛けた。北アンは、直線入り口で先頭に立つと、そのまま五百メートルの直線を逃げ切り、光デュールに一馬進反差で八大競走初制覇を果たした。走破タイム三分十七秒九は、前年優勝馬法要防衛の記録を一秒、更新する、日本レコードであった。北野にとって、自家製三馬による初めての天皇賞を制覇であり、 大いに喜んだ来たのは競争後、江城牧場の全従業員に高級スーツを仕立てて送ったという。また、キターン、伊藤、森継のいずれにとってもそれぞれ浅間、ただし四郎、藤吉に続く不死制派となった。年末には、有馬記念に出走。二番人気に支持されるも、光デュールの発着に終わった。当年、年度表彰に、 父内国サンバを対象とする新部門が創設され、キターンは初代の最優秀父内国サンバに選出れた。翌1983年も出走を続けたが8000全敗に終わり、有馬記念の6着を最後に競争生活から引退。翌年1月15日、アンバー社代と合同での引退式が行われた後、守護入りのため北海道へ戻った。 引退後の1984年より、北海道三国町、原神日高町本霧牧場で、種母馬として供養された。同年、北庵の子で、天皇賞との遺言を残し、来たのが死去。目ジ牧ポーク城の経営は、妻の北野宮に引き継がれた。天皇賞優勝後の不信と、受精に、何のあった父、浅間のイメージもあり、 初年度から3年目までの総合配当数は36と人気は低かった。しかし8等の初年度3区からメジロマーシャスが、函館記念に勝利し、守護馬としての重賞初勝利を挙げる。そして3年目の3区より、メジロマックイーンが誕生。同馬は1990年の菊花賞に優勝して、GI 競争を初制覇すると、翌1991年には、天皇賞。 春も制し、豊吉の意志を果たした。同時に、浅間から続く、不死三代天皇賞制覇も達成し、異業と称えられた。マック・インは、翌1992年の天皇賞、春も、連覇。1993年には、宝塚記念も制し、引退後は、史上21頭目の JRA 検証場に選出されている。キターンは、共用4年目に、 品は三冠馬メジロラモーヌの後輩相手に選ばれて注目され、当年四十六頭と後輩頭数が急増。さらにメジロマックイーンの活躍もあって一時人気のタネボバとなったが、以降は数頭のオープン馬と地方競馬の重傷勝利馬を出すに止まった。2000年限りにタネボバを引退し、イン後は東野古城のメジロ牧場本場で功労馬として余生を過ごした。 2009年10月13日に老衰のため死亡。31歳であった。ノーウィッキー、ノーウィッキー地方限定重症競争。祖父、パーソローンは、かつて、貧馬に活躍馬の多い単中距離決闘という見方が根強かったが、朝間が天皇賞を制したことで評価が一変した。母、シェリルは競争馬時代に、フランスの G に競争。 当時オペラ賞を制している。そのメス系はフランスで数々の活躍場を輩出する名品系として知られており、シェリルが日本に輸出される際にはフランス生産会から反対の声も上がった。近親にはそれぞれ主母場として成功を収めたシャンタン、ジャカオ、外旋門賞優勝馬サ,サフラなどがいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。